どうも、カズドリのカズです。今回は外またぎのシザースはよく使うけど、内またぎのステップオーバーはあまり使わないという人が多かったので、ステップオーバーの使い道について考えていきたいと思います。それでは早速いってみよう。ということで早速ステップオーバー一つ目のおすすめ技がこちら、利き足アウトのタッチでボールを利き足の外側へ、利き足足裏で舐めて逆足のステップオーバーでかわす。1対1で使うと、最初に利き足アウトで運ぶことで相手ディフェンダーに縦を警戒させ、足裏で中に少し運び、右足を前に出し再度縦に仕掛けると見せかけてボールを触らずに中へ。この技はとてもシンプルなので、読まれ出したら今の技をおとりにして2つ目の技につなげていきます。それがこちら。2つ目の技は難しいので、ここからは順を追って説明します。利き足足裏でボールを舐め、逆足で内またぎを行います。ここまでは一つ目の技と全く同じ。ここから利き足アウトで自分の背後のボールを止めます。利き足を前に出すと同時に逆足を引いていきます。利き足が逆足より前になるのでボールを引いてターン。もう一度言います。利き足と逆足を入れ替えてボールを真後ろに引きターン。これをテンポよく行うと、1対1で使うと利き足アウトでボールを出し、足裏で舐めて内またぎ。ここまでは1つ目と同じ流れです。ここから背後でボールを止め、足を入れ替えることで相手の目線からボールが一瞬消えます。その間にボールを引いてターン。今の1対1は左サイドから中に切り込みましたが、さらにもう一つの選択肢として右サイドで縦突破にも使えます。このフェイントの良いところは、内またぎをした段階から常に相手とボールの間に自分の体があるところ。ということで今回はステップオーバーの使い道2つ紹介させていただきました。この使い方が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画で何かわからないことがあればコメント欄まで。他にもいろいろなドリブル技紹介しているので、チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。